6番の菅谷隆の上昇で最強ライン前段へと変わりまして、1番の小原忠もじわり忍び寄っています。2番の上野慎吾、南関東ラインは4番手のうち1番の小原に一旦はかぶる格好ですが、誘導員の後ろへ6番の菅谷が取り付いたままバックストレッチ、1番の小原が動きまして先頭に代わって脱勝です。中段に下げて6番の菅谷、4番手以降最強ラインですが、巻き返してくるのは2番の上野慎吾、南関東ライン、5番の中井まで南関東3人が追いすがって6番の菅谷を決めていきます。2番の上野慎吾、中段並走で残り1周、岩戸市ラインのペース、1番の小原忠が逃げます。2番手9番の山下渡、3番正木慎太郎、3番手で最強ラインを下していった南関東ライン4番手、そして自ら4番小谷文信が縦足を伸ばしてきましたが、5番手のアウトコース、前は岩戸市ライン、依然先頭1番の小原忠、この番手から9番の山下渡と3番正木慎太郎追いすがる、先頭山下渡ゴール、2着3番の正木慎太郎、3着は1番小原と7番の近藤で接戦でした。